以上の話を整理するとこのようになります。鳥羽王家の後継者は鳥羽法皇王の皇后、ビュークモインが生んだ近衛天皇にするはずでした。ところが近衛天皇が亡くなってしまったので、鳥羽王家ではビュークモインが養育した二条天皇に好意を持っていこうとします。この時、関白忠道が二条天皇の父親が天皇でないのはいかがなものか。 ということで後白河がワンポイントとして後位につき後白河が後位についている時に鳥羽法王が亡くなって法下の乱が始まりますもともと鳥羽王家は二条天皇を後継者と考えていましたから美育門院と神勢が後白河を引きずり下ろして二条天皇の方に後位を持っていきます そして二条天皇の目の母に平の清盛と平の時子がなります。目母というのは保護者です。1161年後白河と平茂子との間に高倉天皇が生まれると後白河は二条の皇太子に高倉をつけようとして二条天皇の激鱗に触れて1161年に二条天皇は後白河上皇派を追放してしまいます。 ところが、1165年、二条天皇が23歳で亡くなってしまったことによって天皇家の中で後白河の地位が復活します平の清盛は二条派から後白河派に乗り換えて高倉天皇に自分の娘徳氏を時代させますそして1178年安徳天皇が生まれます安徳天皇が生まれた時後白河上皇は 大喜びでした。後白河上皇は直ちに孫の安徳天皇を皇太子にします。こうして白川後白河の皇統が確定しました。後白河は高倉安徳です。後白河が平の清盛が持っていた利権、平の重盛の治行国と、平の清盛の娘が管理していた接関家の荘園これに手をつけなかったら 後白河と清盛の関係は破綻しなかったでしょう。後白河と清盛が対立しなかったならば、安徳は後白河と清盛という有力な二人の祖父に支えられた天皇になったものと思われます。ところが、安徳が生まれてすぐに、後白河と清盛の間に対立が生じて、後白河のやり口に腹を立てた清盛が、 後白河を幽閉してしまいます。1179年の自称3年の政変です。清盛は後白河を幽閉すると、後白河が陰性を行わないように高倉に陰性を行わせようとしました。そのために予定を早めて高倉が安徳に上位し、高倉上皇を安徳天皇の体制にして。 高倉上皇が陰性を行うそうすれば後白河が陰性を行う心配はなくなるわけですところが安徳天皇が即位したことによって完全に天皇になる可能性がなくなった人物がいますこれが持人王です持人王は後白河の子供ですが一度出家しましたがいろいろ事情があって減続してきます 持ち人は優秀な人だったらしく、天皇の座につくことを望んでいました。しかしながら、御白川は御白川高倉安徳と、こういうコーを作ろうとしているわけですから、持ち人は御白川高倉安徳に対抗するラインにつく必要があります。そこで持ち人は戸場王家の八丈院の有志になりました。 持人は父親の後白川に敵対ししようとしたんですね当然後白河は持人王のそういう行動を認めません。なので持人王は親王になることができませんでした。天皇の子供はとりあえず王と呼ばれます。そして王の中から天皇家によって認められた人だけが親王の位をもらうんです。持人は 後白河の王家と対立しましたから、親王にしてもらえませんでした。だからこの人は持人王であって、持人親王ではないんです。ついでに言っておくと、領事というのは親王が出すものなんですね。だから、持人王の領事というのは、それ自体でおかしいんです。持人王は親王を語って領事を出しています。1180年3月。 高倉は安徳に上位しましまた持人王は鳥羽王家と結びついて後白河王家に対抗しようとしていましたが安徳天皇が即位したことによって通常の方法では皇位を継承する見込みがなくなりましたそこで持人王は高倉から安徳への皇位継承がおかしいということで兵を挙げるんです 安徳天皇の背景には、たらぬきおむりがついているわけですから、安徳天皇打倒イコール平家打倒と,ということになるんですが、持人王の領事に書いてあるのは、安徳天皇が天皇になるのはおかしい。私こそが天皇になるのにふさわしいと。そういうことを持人王は主張しているんですね。そういう持人王の主張は、 の清盛も認めませんし、後白河上皇も認めません。御白川上皇から見れば二条天皇の皇頭を潰しようやく高倉安徳という自分の聖刀を確立したんだと清盛と対立してしまったのはまずかったけれども皇位継承という点で言えば後白河高倉安徳と。 これが自分の建てようとしている小刀なんです。それを潰そうとする持ち人は許せない。これが後白河の気持ちだったでしょう。先ほどの図に戻ります。後白河は鳥羽王家の小刀を潰して、後白河の小刀を作ろうとしていました。ところが、後白河と平清盛が対立したことによって、平清盛は後白河を幽閉し、 高倉上皇安徳天皇を平氏政権の中に取り込みます。しかし、の清盛は間もなく亡くなり、持字秘の領事に応じて各地で挙兵が相次ぎ、1183年、木曽義長が京都に入り、平家は安徳天皇と共に都落ちしていきます。こうして、京都に天皇がいなくなってしまいました。それでは困るので、 京都にに新ししい天皇を建てることになりました。後白河の子供で皇位継承候補者は3人いました。安徳と後高倉と後鳥羽です。このうち後高倉は安徳の皇太子に犠牲られて安徳天皇と共に都落ちしています。残っているのは後鳥羽です。そこで後白河は後鳥羽を天皇に建てようとしました。 これに対して、木曽義仲は、持ち人王の子供の北陸の宮を天皇に建てようとします。しかし、後白河は木曽義仲を退け、後白河の院前で後鳥羽の即位を実現しました。ただ、天皇の代替わりには、二つのセレモニーが必要なんです。一つは、全天皇からの上国の儀、国を譲るという儀式。 もう一つはその証しとして三種の神器を受け取ることです。しかしこの時点で安徳天皇は三種の神器を持って平家とともに西国に落ち延びています。そこで後鳥羽は2つのセレモニーを後回しにしてとりあえず後白河の院前で天皇の位に着きました。後鳥羽が皇位継承の手続きを終えるためには、 安徳天皇と三種の神器が必要なんです後白河にとって自分が建てた後鳥羽天皇が手続き的にも誤りのない天皇にするためには安徳と三種の神器が必要でした平家がどうなるかというのは貴族の中の一つの家がどうなるかという小さな問題です天皇が正式の手続きを踏んだ天皇になるかどうか こちらの方が、ご志田川にとってはより大きな問題でした。源頼朝はそこのところを理解していました。源頼朝が木曽義仲と違うところは、頼朝は武家の上にいるのは天皇家である。天皇家との関係を損ねてはいけない。天皇家との関係を損ねてしまうとどうなるか。平治の乱の時、源頼朝は初陣だったんですね。 父親の源義朝は藤原の信頼と組んで、親善を倒すクーデターに成功しますが、二条天皇が大大理から脱出するという大どんでん返しがあって、藤原の信頼、源義朝は天皇を確保することができず、平常なんで敗北してしまうんです。だから頼朝は天皇家に結びつくこと、この時点において、天皇家のトップに立っているのは後白河ですから、 後白河が絶対に必要であると考えていましたで御白川が最も欲しているものは何かそれは安徳天皇と三種の神器であるだから頼朝は平家と戦う現地軍の司令官である範頼や義経に対して安徳天皇の身柄確保と三種の神器の回収を強く命令しました 頼朝は3種の神器を回収し、それを材料に後白河と交渉して、より良い条件を勝ち取ろうとしていたんですね。ところが、壇ノ原の戦いでは、頼朝が神器の奪還を命令していたにもかかわらず、義経の戦い方がまずくて、2位のまま平らの時5が切れてしまいます。彼女は平家は滅亡や。しかしかながら あなたたちが欲しがっているものも私たちは墓場に持っていくでと。あんたたちにとって一番大事なのは何やと。それは安徳天皇と三種の神器やろと。私は切れた。最後に安徳天皇と三種の神器を道連れにしてやると言って安徳天皇を代て三種の神器を身につけて海に身を投じます。こうして源頼朝が目論んでいた。 安徳天皇の身柄確保三種の神器の回収によって後白河と取引しようという目論みは挫折してしまいますただ三種の神器のうち勾玉と鏡は回収することができました剣だけは重いので海の底に沈んでしまったんですその後海の底に沈んだ剣を回収する捜索が何度も行われましたがついに 剣を回収することはできませんでしたそのために五十葉上皇は三種の神器のうちの一つ剣がかけた天皇になってしまいましたこれが言葉のコンプレックスになります言葉は自分は三種の神器がかけた天皇ではあるが自分の人生をもって真の帝王になるんだということですごい努力をして 真のの帝王の姿を模索しますそしてその結果最終的に上級の乱で鎌倉幕府とぶつかることになります。